あ、まあマイク握ってる頃から遠慮してくれたのか、とりあえずジョジョくんが行くみたいなんで、はい、わかりました、はい、ここでジョジョくん、さあなんかジョジョくんがヒゲを失ったジョジョっていう感じで一瞬見た瞬間誰だか分かんなかったんですけども、あ、確かにだから顎ヒゲ以外残ってないんですよねそんなことはともかく、はい、しっかりダッシュしからレッドを決めるが前転狩りミスって、まあ、ちょっと流れは元側に傾きつつあるのか、さあセットプレーもしっかりガード、漏れたマグロが当たる、この1ラウンド目っていうのはどちらも爆発力のあるキャラ使っておりますんで、それ以降のラウンドにはかなり響きます。まあ、ゲージはイオリガが持っているが押し切ったのはジョジョの強、ここから元側はいかに、まあ、リスクを抑えてこの強を倒すかというところになりそうです。はい、そうですね、もうレッドとか奈落の恐怖に怯えながら立ち絵を振りますことになります。まあ、これ立ち絵は強側とがめる手段少ないんですけども、まあ、かなりビビりながら振らなきゃいけないんですよね。どっかでレッドと奈落食らったらどうしようみたいな、はい、そうですよね、あ、結構危ないですよね、結構綱渡りなんですよね、はい、さあここで木こりも登場ということで、まあ、どうなるのか、あ、元側がゲージ4本持ってるのに対してジョジョ側がゲージ0本、確かにこれはどう響く、あ、特にダイモンはガーキャンのダメージでかいですもんね、これはガーキャンだけでも相当のダメージが稼げる、逆にジョジョ側はそのガーキャンに頼ろうとしたところを咎める形になるか、おっと走り込めたが垂直ジャンプに対して咎めることができなかった。リードしているのはジョジョ、ダッシュからの C 投げ、近距離 C 投げで先に大将を引きずり出した。あ、元の裏クリス、ゲージの方は十分だが、もともと発動という行動がそこまで向いているキャラではないのでゲージを持て余すことになるか、ちょっとガーフっぽい感じでしたね、今の、はい、今のガーフでしたね、はい、さあしかしダメージ積み重ねてまたガーフできる、ダウン回避していないのはおそらく置き攻めがテンポよく来るのを嫌がったからだとは思うんですけども、はいね、さあ苦笑いのジョジョ、ゲージ差がでかい状態と、またガーフ、1試合で何回見られるんだ、なんか台本でもあんのかっていうぐらい段階しないところが噛み合っておりますが、おっと裏から、しかし立ち絵届かない、逆転してリードしているのは元だったがダッシュ投げが入って分からなくなる。さあ 2P 側ならではの置き攻めセットプレーもあります。これはちょっと油断ならない、やはりおっとこれはめり込ましてしまった、ゲージ差はあるがゲージを持て余し気味、おっとバックステップでじゃん、はい、無敵投げ入って、いやー、あーこれはさあなぜ立ち上がるんだジョジョ、まだ終わってないですよ、立ち上がれジョジョだってなぜ立ち上がるんだジョジョ、さあまだ終わりではないんですね、初期、キコリ、そして読みラブさん、そして僕が残ってるって形なんですかね、あ、はい、あと出てないっていう方いらっしゃいませんよね、ちょっとまあ身の回り目についた人のことで言ってるんですけども大丈夫ですかね、なんだかんだで参加人数16、17ぐらいになったのかな、あ、ここでジョジョに対して老害が立ち塞がる、先ほど老害の条件の一つに相手の投げは垂直小ジャンプで避けるというのを挙げましたけども、まあ、それを見せてくれるのか、さあここで千鶴、ちょっとジョジョ側が苦手としているキャラだな、さあちょっと早まったぶっ放し、しかしここで初期はミスってしまう、画面端を維持してはいるが、おっとなんか噛み合ってジョジョ側が置き攻め継続、置き攻め通ってレッド、あ、個人的には初期側が勝つ流れがあるとしたらやはり千鶴で押し切ってしまうパターンなんじゃないかと思っていたが、千鶴がちょっとチャンスを生かせなかった感じが、さあ非常に苦い顔をしている初期、
さあローゲージのダイモンとゲージ持って、しかも先方の強、さあやり返すか、頭上から自信決めてガメガシ、はい、近距離 C 投げ、ヤシロは助けに来ない。さあ自信バグよりも攻め継続を取るが D 投げが入って、さあこれはネタを見せてくれるわ、スピーダーのバックステップからの奈落、ゲージは使う、おっと今のはうまい、いい判断と言えます。今の状態絶対今日は動きますからね、頭上払いガードされることはないだろうと踏んでの天地返し入れ込み。あしかしここからなんとかして太い卓を通さない限り初期の逆転はない、ちまちまやっていてはちょっと苦しい状況。あプレッシャー与えてからの近距離 C 投げ外すことができません。さあすでに浦屋城1キャラのみとなってしまった初期、浦屋城やはりカウンターヒットでダメージが変わらないというのが結構苦しいところですね。この状態は大門が太い卓を通しやすくなっております。浦屋城側は最終ラウンドも見越した試合運びをしなければならない。これは苦しい。あいやジョジョ君まだ、いや まだ立ち上がっちゃいけません。ゼロ2と同じ、ゼロ2ゲームと同じなんで、なんか全員出番があるそうです。厳しすぎるだろう。あとは読みラブさんと、キコリと僕ですね。あそうですね、はい、じゃあどうします。じゃあ読みさんいきます。ここでワンピークのは読みラブさん。あこれは毎週水曜日ですかね、水曜夜だか木曜だかにアップされる感じですよね。あそうですね、まあ、ゼロ2と一緒に、まあ、月1ではありますよ、はい、こちらの方は、はい、そう初期さんの負担が増えてしまいますけども、はいまあ、よろしくお願いします。はいわかりました。一応月1、まあ、第2日曜日、まあ、毎回30人ぐらい集めればもうちょっと増えるかもしれないから30人ぐらい集めましょう頑張って。ちょっと厳しいかもしれないけど、はい、そう言ってる間に浦屋城先方で行ってるところになんかことづきっていうしばらく見なかった技が入っている。どういう状況だったのか。ああヒットハグリンか。さあちょっと開幕から、まあ、浦屋城側苦しい組み合わせではあるんですけども逃れてしまった感がありますね。あここから読みラブ一矢報いてほしいところだが苦しいのか。やはりやり込みに関してはどうしてもジョジョ側がやり込んでいるので苦しい部分はあるが、はい、なんとか太い卓を通して頑張ってほしい。あギリギリギリ中間距離で様子を見ている。ゲージがないのは読みラブ側、やはり細かい部分でやりたいことをやらせてくれないためゲージがたまりにくいですね。おっと、はい、さあ遅らせ下段からの虫式最大、おっとそれはやりすぎだ。このゲームボタン押しっぱであれ出てしまいますんでね、今のダウン回避されると反撃確定なんで実は画面端ではやってはいけないという。強キャの機嫌ダイモンは普通だったはずです。他が分かりませんけど、ちょっとオーダーセレクト時に画面見てないんでなんともその周りの方に聞いてみてください。さあみんなやっていたのに忘れたと。うわ見えない。あー置き攻め入って、これはピオールか、ピオピオール元月が入る。これの今の1個前のめくりも見ててもどっちかわからないっていう。あれ怖いですね。あれやばいですね。さあ、残ったのは僕ともうキコリだけですかね。そうですね。では 1P キコリキコリ。さっきからずっといきなり来てジョジョ君とやらされるのかよってブツブツ言ってますけど、文句っていうかなんかすごい なんか非常に高い声での文句しか聞いてないような気がしますけども、裏返った声しか聞いておりませんけども、どうなるんだ。
さあ初期の方は業務の方で行ってしまいましたので僕が見守る形となります。さあキャラ相性を考慮したのかチャンコーハンを先方に置いている。確かにチャンコーハンで乗ればこの組み合わせは夢が広がるところだが、逆に言うと強側が乗ってしまうとどうしようもない。はい、出してから大破壊投げを決めてリターンを取りに行く。この組み合わせチャンカーは積極的にリターン取るのが難しいため、ああいう行動が要求されます。さあある程度、おっと今のは初めて見たぞ。さあ距離を離して様子見。さあどちらもダメージを取っておきたい。ダッシュ大破壊投げ入って、まずはチャンにとってはどうなるか、試合の流れが予測のつかない今日を倒しておきたい。はい、ジョジョ側はこの組み合わせ勝っておかないと大門戦が、大門対チャン戦がめんどくさくなる。さあちょっと雲行きが怪しくなり始めたこの組み合わせ、チャン対大門となりました。チャン側が時間を使ってポコポコダメージを取っていくことになるとジョジョ側も苦しい。人間の体は鉄にはかなわない。なんかこの組み合わせやるたびに言ってる気がしますけども、その通りなんです。普通は勝ちません。鉄球なんてガードも本来はできないはずです。さあやられ判定が前に出たところに吹っ飛ばしを当てていく。さあさっきまで自信なさげだったこのキコリ七三分けの男乗っているぞ。さあ大破壊投げで割り込まれるのを恐れたが自信負けにはいかない。さあチャンが3ゲージ持って仕事をして敗れる形。まあ、ここからが勝負ですね。そうですね。リードを保ちきれるのか、ゲージ差はあるが、まあ、大門側も太い択を通してくればどうとでもなる。画面端に追い込んでしまえばどうとでもなる。蹴ってる間に画面端。さあ、より側も結構綱渡りが続くところでガーキャン地上の相手にやってしまう。さあ、逆転。さあ、今のちょっと反撃できなかったのが痛い。あー、キコリ側大将タクマとかどうなんだっていう気はするが厳しい。さあイオリがちょっと仕事してくれなかったか。さあ残るはタクマ。タクマ最近まあいろんな大会でこいつはキコリがタクマを使ってるのは見るんですけども、 あんまりあの冴えてるコンボを決めてるイメージがないときに土壇場で右パワーとかやらないかちょっと心配ではありますけども。おっとダッシュの D 投げ。さあガード不能な上に避けたところに昇段客が入る。あ完璧、美しすぎる連携。今のは何もう何やってもあ前提してもダメですね。ですよね。半分次に近かったところですが、発動したところに本当に調子こき調子こいてんじゃねえぞと入る。発動状態生かせるか。さあ置き攻めで終わりかねないと思ったが手堅くガードして画面足。さあ暴れから確認してコンボ投げが入る。とガーキャンのゲージ使ってしまう。さあ一発がでかいだけにまだ油断はできないジョジョ。さあワンコンボで死ねるぞ。もっと言えばリュウコナムでも死にかねないが、さあお互いおーっと立ち火振らないと思ったところだったのか飛んでしまう。今のはちょっと惜しかったですね。じゃあちょっとカッチャソーか、まあ、タロキシさん、はい、いなくなっちゃった。まあ、じゃあカッチャソーかなんかに言うと、じゃあカッチャソーさんに代わってもらいましょう。はいはいはい、お疲れ様です。それでは、まあ、最後の試合ですね。ワンピーズネさん対スーピージョジョ。たまズネさんもまあ多分最近は Q8 は多分ほとんど触ってないと思うんですけど、ね、まあそれに対して、まあ、ストイックにねずっとやり込んでいるジョジョ君との対戦ですがどうなるか。兄弟決ね、先方今日怒ってるんで、はい、あ、今日怒ってるんだ。勝った方が有利になる。そうですね。まあ機嫌でもこのゲームちょっと左右するところがありますからね。もうリーチ、もうピオリリーチ。さあよくガードした。入ってたね。うわお、これは奈落からワンコンボ入って。さあかなりいい勝負になっている。これはキンディからもう一発決めていくのはズネさん。あ、届かなかったりやず。わー、レッドローズ。さあ、レッドに潰されて
ゲージがギリギリ溜まっていないのでゼロ。これはでかい。がこのまま前さん的には早めに倒しておきたいところ。しかしジョジョが投げて、さあ表、今のはめくりから表って可能性もありますからね。さあ確定できない青いマナ、2段目がスカッたところに、さあ一気に2人抜かれた状態。前さんの大将、裏大将、これはよりうちから厳しすぎる。ジャンプ B やべえ。1回ダウンして起き上がれないまま終わってしまう。苦しいっす。苦しすぎる。あのめくりは本当に見えないね。じゃあとりあえずジョジョさんに、まあ、02と同じで優勝者にインタビューもらって終わりましょう。今日のめくりが汚すぎて見えないですねあれ。俺もどっちか分かんないです。まあ初めこんな集まってよかったじゃないですか、うん。まあ、次回も来れたら来ようと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ジョーさん強かったですね。はい。強すぎた。じゃあとりあえず、はい、締めましょう。それでは、はい、第1回 KF98 紅白戦、これで終わりたいと思います。皆様、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。